ベルナルドさん、俺たちのやり方で正々堂々戦わせてもらえませんか。お前絶対に勝ちます。だからお前たちの仕事は確実に日本に勝つことだ。手段などどうでもいい。でもアルトゥール、言うことを聞くんだ。俺たちもやらないか、反則プレイ。は？何を言ってるんだ水上や。そんなことできるわけが。フリだよフリ。はあ、なぜそんなことする必要がある。あいつらは純粋すぎて分かってないんだ。なるほど。殴られたことのあるものでなければ殴られた時の痛さは分からないってことかな。前を指す指先に大きな世界が待っているぜ。仲間との出会いが作った未来さ。人は人と出会い、人は人とつながり、人は人を支え、人は人を責任。人と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 人、人と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 仲間たち。出会いは確実、絆は確実、仲間といれば俺たちすでに100万倍。このまま地球丸ごと聞くしようぜ。後半日本は平ひろとに代わって吹雪敦也、小僧丸サスケに代わって豪人鉄之助が入っています。さあ後半開始です。日本はこの窮地をどう乗り切るのか。反則をせずに反則に見せるか。できんのかよ女子ども。まあ本当に反則になっちまうこともあるかもな。攻め上がるブラジルを迎え撃つ日本、最前列にはフォワード陣が待ち構えているぞ。このフォワードの位置取り、日本は守り中心でいくということでしょうか。お得意のフィジカルはどうした。何？楽な仕事だな。まさかお前ら。おっと、ちょっとした接触でしょうか。試合が白熱してラフなプレイにならないように注意したいですね。うまくいったのか。水神谷か、あいつ大した役者だぜ。ブラジルの選手たちに日本も反則をし始めたと思わせる面白い作戦だな。うまくいくでしょうか。向こうにも勘のいい奴はいる。どこかで気づかれるのは間違いないだろうけどね。そんな。おおはははは、面白くなってきましたね。まさか日本がやるわけね。だな。ブラジル落ち着いて攻め上がります。日本は防戦に徹するという作戦か。さて追加点をもらうか。ここでブラジルシュート体勢。ダメだ。何？ここはミゲル慎重になりましたね。チェ、惜しかったな。なんだと。お前今何しようとした。さあ何かな。ミゲル。どうした、今のはそのまま行けたんじゃないのか。あいつらどうやら報復するつもりだ。報復だと。フィールドが滑るのは分かってんだろバーカ。あれを使って転ばせたのか。
白熱した試合展開ですね。しかし両チームちょっとラフな展開になりつつあるか。ラフプレイでの中断の後、日本側は危険なプレイの偽の証拠を見せる。ブラジルは俺たちが報復してきたと勘違いするだろう。日本は面白いことをやり始めたみたいだな。見たか、日本も反則をし始めたぞ。こっちのプレーで我慢の限界を超えたってことかな。でもあんなにいいサッカーをする奴らが反則するとは思えない。それなら俺たちだって普段はいいサッカーだろ。確かにそうだよな。だったらあいつらも従うべき誰かがいるってことか。来るぞ。止めろ。ディフェンス、そいつのスパイクに気をつけろ。もらった。ほらよ、ほらほらほら、吹雪やつや様のお通りだ。必殺熊殺し。ゴール！吹雪敦也の強引な切り込みから同点ゴール！日本、ここに来て突如勢いを増してきた！どうだ！俺の熱いブリザードは！あいつら、ふざけやがって！落ち着け、ミゲル。向こうが反則をする覚悟をしていたとしても、日本とブラジル、条件は同じだ。だったら俺たちも。不必要には使いたくはないが、日本の出方を見てみたい。できるな、ロラン、ダニーニョ。ああ任せろ。しまった、接触と取られたか。落ち着けロラン、冷静さを欠けば全てのクオリティが落ちる。ああ足が大丈夫か野坂。はい大丈夫です。もっとうまくやらなきゃ。ファールを取られたらダメだよね。無理するなよ。分かってる。あいつら、あれでボールを引き寄せていたのか。クソ。あいつら。これならどうだ。なんで曲がり上がる。ああ惜しい。滑り止めはなかなか効いたな。汚いぞ。お前ら何も感じないのか。こんなサッカーをして。こんなサッカー、何かまずい。ルテール、こうなったら徹底的に潰そうぜ。あいつら平然とした顔で反則をやってきやがる。気に食わねえ。平然と、それを俺たちが言える筋合いか。確かに俺たちだってやってる。だけどそれは指示があるからだ。自分の気持ちを抑え込んで、自分の中に湧き立つ気持ちと戦って、その上でやってるんだ。それをあいつらは。俺たちがやってきたことはそんなことだったんだよ。俺たちが反則で点を取った時、日本の奴らだって感じたんじゃないのか。今のお前たちと同じ悔しさを。練習を重ね、こんな大舞台までやってきて、反則プレイでそのチャンスを奪われようとしている。悔しくてやりきれない気持ちになって当然だ。俺たちがやってきたことはそんなことなんだ。分かってるぞ。これが間違っていることだって最初から分かってたんだ。だけどこれはベルナルドさんの指示なんだ。従うしかないじゃないか。それに俺たちは絶対に勝たなきゃならないんだ。だったらあいつら潰してさっさと終わらせようぜ。こうなったらもっと激しくやるしかない。怪我でもさせて力を奪うか。向こうだってやってるわけだし、罰は当たらねえ。それはダメだ。なんでだよ。あいつらは反則をしていない、そう見せかけているだけだ。
なんだって。俺は見たんだ。あいつらは反則アイテムは使っていない。たまたま倒れるようなプレイになった時、わざとそれを見せて反則だと思わせたんだ。なんだと。何のためにそんなこと。多分俺たちに気づかせるためさ。自分たちのやっていることの愚かさを。嘘だろ。マジかよ。でもそれでも俺たちはベルナルドさんに従うしかないんだ。ベルナルドさんの指示なんだよこれは。あの人が言ったことは一度だって間違ってはいなかった。だから従ってきた。ベルナルドさんは常に俺たちの希望だった。俺たちを暗闇から光の当たる場所へと導いてくれた。初めて会った時からずっと。ベルナルドさん。今の俺たちはいつの間にかサッカーに出会う前と同じになっていた。目的のために自分たちの思いを殺してごまかして生きてる。本当の思いを殺して生きていても幸せになれない。ベルナルドさんはそう言っていた。だったらどうすりゃいいんだよ。サッカーをやる。この胸の奥にある気持ちのままに。それじゃあベルナルドさんを裏切るっていうのかよ。俺たちは今まで一度だって指示に逆らったことはないんだぜ。確かにこれまで指示を無条件で受けることがベルナルドさんへの信頼だと思ってきた。だけどそれは信頼しているということじゃないと思う。相手を理解する信頼もあれば、理解してもらおうと努力する信頼だってあるんじゃないのか。俺たちを理解してもらう。ベルナルドさんに。分かってくれるさ、ベルナルドさんなら。俺はそう信じる。アルトゥール。じゃあみんなやろうサッカーを。アルトゥール。不幸のどん底だった俺たちを幸せにしてくれたあのサッカーを今からやるんだ。あのサッカーだな。あのサッカーでいいんだな。いいんだ、あのサッカーでいい。思いのままにやっていい。行くぞみんな。イナズマイレブン。選手交代です。西影くんに代わって遠藤くん。頼みます遠藤さん。任せろ。よしみんな行くぞ。さあマセロのゴールキック。試合展開は少し日本が押し気味にも見えますが、どうでしょう王将さん。王将さん。早速ブラジルが切り込んでいく。日本水上を中心に組み立てられたディフェンダー陣が迎え撃つ。誰にも行く手は阻ませない。来るぞ。あ。何を抜かれてる。ぼさっとしてんじゃねえ。先輩ってことを忘れてるよな。ブラジルリゲルの猛攻、なんという個人技だ。うっと見せかけて。ゴールはいただく。カーニバルシェイク。負けてらんねえぞ。試合の雰囲気は完全に変わったね。はい。どうやら俺たちのメッセージは通じたようだ。こんな方法で考えを変えられるとはな。考えを変えたりはしていない。彼らは最初から汚いプレーをしたいとは思っていなかった。自分と向き合う勇気を出せただけさ。自分が本当にやりたいことに、やるべきことに気づいたんだ。それを見抜いてあんな手を考えるとは。さすがだね水神谷君。
素直じゃない奴の扱い方には慣れてるだけさ。ああ、ですがこれはまずいかもしれません。俺たちの戦術的意図を持ったプレーが何の解決法も策も講じていない彼らに潰されています。どうやら俺たちは眠っていた野獣を起こしてしまったようです。どういうことだよ。計算を超えたプレイ。かつて王帝月の宮がライモンに敗れた時も人が持つ計り知ることのできない力に敗れた。ブラジルは安易な戦術や戦略が通じないほどに大きな力を持っている。だったら計算なんかやめて全力を出して思いっきり戦おうよ。そうですね。おお、面白いじゃねえか。やろう、みんな。俺たちもやろうよ、全力のサッカーを。ああ、もちろんだ。さあ、みんな、サッカーやろうぜ。どうやら俺たちの本気に応えてくれるようだ。だったら負けられねえな。サッカーなら俺たちは負けない。さあ始めよう、サッカーを。さあ始めよう、クライマックスを。表情なんだ。私はあの子たちに一体何をやらせていたんだ。何？ハイザキ！シャークザディープ！このマゼロに任せろ！マカロニスパゲッティ、そろそろ投了！そう、ダメだ！チェッ！チェッ！なに？ゴール！なんと熱いゴールシーンでしょうか！日本が逆転ゴール！いいですね、水神谷くん。水神谷くんの加入によって日本の個性に変化が生まれましたね。たった一人がチームを変えることもある。それがサッカーだ。ここで試合終了。激闘の末、日本の勝利が決まりました。どちらが勝ってもおかしくない、いい試合でしたね。おめでとう。試合には負けたが、ある意味では勝利だな。私が生み出してしまった心の影に打ち勝ったのだ。何をしているの、ベルナルド。なぜここに。言ったはずよね、手段を選ぶなと。はい、しかしあの子たちは。言い訳無用。こん
な問題を間違えてきっちり理解するまでそこで勉強してなさい。趣味の悪い色の服なんか着て。ベルナルドにふさわしいガールフレンドは私が決めます。ごめんなさいママ、許してママ。兄さん、あらフロイ、いたの？楽しかったよアミーゴ。感じる君の持ち替えよりきっと遠い We need 全身心全身I love you 赤いリップ引いても I miss you 君の心は変わってるどうしてもフェスとフェイス今すぐ会いたい突き刺すイタリアの後ろには恐ろしい相手がいる。どんな手を使ってきても俺たちは負けないぞ。次回イナズマイレブンオリオンの刻印魔女の軍団。イナズマイレブン今日の格言。相手を理解する信頼もあれば理解してもらう努力をする信頼もある。以上